こんにちは、シエルです。今回は久しぶりに海外ドラマのイベントに行ってきました。そちらのレポート動画です。私が大好きなゲームオブスローンズの前日譚ハウスオブザドラゴンの日本最速プレミア試写会に行ってまいりました。かなり久しぶりの海外ドラマイベントになります。今回こちらは動画配信サービス Unext さんに招待していただいて、ハウスオブザドラゴンのジャパンプレミアに一足早く第1章の第1話を見ることができました。本当にすごい嬉しかったです。見にくいんですけど、ネイルいつもシンプルなラメなんですけど、あのハウスオブザドラゴンに向けてちょっとだけ赤にしてみました。それぐらい気合を入れて行ってきました。エンターテインメント業界の歴史を塗り替え続けた HBO の大人気テレビシリーズゲームオブスローンズ、その前日譚となるのがハウスオブザドラゴンです。こちらのハウスオブザドラゴンはゲームオブスローンズから200年前を舞台に、ドラゴンを操るターガリエン家の鉄の玉座をめぐる戦いが描かれるということで、ゲームオブスローンズの前の話になります。今回そんな全世界待望のハウスオブザドラゴンを Unext さんが全米と同時刻となる8月22日月曜日から独占配信することになったそうです。そしてジャパンプレミアが開催されたのが8月16日ということで、今回一足早くハウスオブザドラゴンを見ることができました。すごかった、もうとにかくすごかったんですよ。今回ですね、六本木ヒルズの映画館で開催ということだったので、巨大スクリーン、大きな音、いっぱいゲームオブスローンズのファンがわっている中でみんなで視聴するということで、ドキドキソワソワしながら見てきました。はい、ようやくこの夏始まりますね。ゲームオブスローンズいくつかスピンオフ出るよっていう話はあったんですけども、ハウスオブザドラゴンが一つ目のスピンオフ作品として、アメリカだと21日になって、日本だと8月22日の朝10時から、はい、リアルタイム配信ということで、ゲームオブスローンズも途中からあの日米同時配信、その時は同時放送だったかな、リアルタイムで見れるということで、まあツイッターとかだとこれはオリンピック並みの盛り上がりじゃーって言われてたぐらい、全世界が熱狂した作品の前日譚、今回また幕開けです。はい、ということで私もすごい楽しみにしていたので、今回一足早く第1話を見てきたんですけれども、言えない、ちょっとネタバレは言えないんですけれども、ゲームオブスローンズは架空の大陸ウェスタロスというところが舞台になっていて、まあ、主張国の戦い、まあ、どこのね家系が玉座というね、こう王様の椅子に座るのかというね、争いのもうサバイバルスペクタクル、スペクトクラム、わかんない、子供も大人も女も男も怪物ももう容赦なく戦う、メインキャラクターバンバン死んじゃうぐらい、もう毎回もうハラハラドキドキする展開なんですけれども、その中にまあスターク系とかラニスター系とかターガリエン系とか、いろんなまあ家系ごとにこう争って、まあ家系内でも争ったりするんですけれども、その中のターガリエン系というドラゴンを操る家系の、今回は前日譚の物語ということなので、まあドラゴンがわざと飛びます。かなりド迫力、そしてスケール感のある映像に、これは鳥肌ものです。そしてあのゲームオブスローンズでおなじみ嫌なやつとか出てくるわけですよ。これはすごい戦いが始まるんだなと思いながら見てきました。鉄の玉座と言われているあのゲームオブスローンズでも剣がバン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 って刺さってて、剣で作られてる椅子があるんですけれども、まあ、それがね出てくるんですが、まあ、これが、まあ、ゲームオブスローンズの200年前ということなので、またその玉座がね違うんですよね。どうなってまたこうやってゲームオブスローンズの玉座になるのかと、そこら辺も私個人的に気になったのと、ドラゴンを操るターガリエン家の物語ということなんですけれども、ちょこちょこねやっぱりゲームオブスローンズ用語が出てくるんですね。ゲームオブスローンズあるあるで、登場人物も多いし、ゲームオブスローンズの中でのいろんなあの大陸の地名とか用語がちょっと難しいっていうのがあるので、海外ドラマ上級者向けではあるんですけれども、今回のハウスオブザドラゴンの方がターガリエン家の物語ということなので、第1話とかを見た限りではゲームオブスローンズよりはその登場人物の複雑さはまだないのかなっていう感じがするので、逆にハウ
ゴンから見ちゃうっていうのもありなのかなって個人的に思いました。私はもうゲームオブスローンズを知ってるから、あのことよねって思いながら見てたんですけれども、もしかするとハウスオブザドラゴンを見てゲームオブスローンズを見るとまた違う楽しみ方になるのかなって。ただちょっとだけやっぱりゲームオブスローンズ知ってる人にはあれねってわかる用語が出てきたりするので、その辺はねちょっと理解するのに、まあそれこそね第一章を全部見ることによっていろいろと解決していくかなとは思うんですけれど もうとにかく本当にこれは面白くないわけがないという始まり方だったので、ぜひ皆さんあのゲームオブスローンズ見てる方はもちろん、そしてまだ見てない方ももうハウスオブザドラゴンから行っちゃっていただきたいと思います。海外ドラマイベントも少ないし、それこそ映画館で見れる機会ってほとんどないので、すごい気合い入れて行ったんですよ。2時間前ぐらいに着いちゃったし、いつもよりメイクバッチリしたりとか、まあ、マスクしてたけどね、私いつもストレートだけど髪まで巻いちゃったりして、もう待ちに待ってたし、あと今回参加できると思ってなかったんですよ。ほんとギリギリに U-NEXT さんに、なんかシエルさん YouTube でゲームオブスローンズ好きって言ってるの見たんですけどどうですかって声かけてくれて、それで参加することができました。ユネクストさん本当にありがとうございます。あもう本当に楽しかったんですよ。結構大きなシアターで見ることができたので大迫力でした。今回こんな感じでユネクストさんからいただいたんですよ。でちょっとこれを見ていただきたいんですけど、この封筒ね、はいここ見てください。これターガリエン家のね、はい、紋章の刻印、刻印の紋章がね、あ、ついてんの。これもここからもう最高じゃないですか。開けるとはい出ました。でん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 。当選した方はこの招待状がねお家に届くんですよ。私ギリギリだったんで会場で受け取るという、このねポストカードをまず本当うわーかっこいいと思ってもうはしゃいじゃったわけなんですけれども、しなか開けるね。これまずあれね、ユーネクストさんのクリアファイル、もうユーネクスト簡易ですからもうこれは嬉しい、飛び上がっちゃう。こちらハウスオブザドラゴンの封筒ね、これもかっこいいね、おしゃれだね。もうなんか泣けてきちゃうね、ゲームオブスローンズ思い出しちゃって。ステッカーが入ってましたね。このステッカーもねめちゃくちゃ豪華なんですよ。ハウスオブザドラゴン、ハウスオブザドラゴン、ハウスオブザドラゴン。これわかりますかね、これさ向きがわかんないんだよね。ど向きどっち、こっちこっち。恥ずかしくて誰にも聞けなかったんですけど、向きどっち、向きわかんないやつ。あー嬉しい。こういうステッカーってさやっぱもらってもさ貼れないよね、もったいなくて。この夏ハウスオブザドラゴンが熱い、はいこちらをねハッシュタグでぜひツイートしてくださいということですよ。これもかっこいいね、ハウスオブザドラゴンのポスター。こちらねユーネクストさんの90日間見放題ユーネクストカードをいただきました。とてもありがたい、ありがとうございます。ね、でももう会員だからね、ずっと見てるからね、ユーネクストさん。もうさ、HBO の作品さ、独占だからさ、すごいんですよ、本当に。ユーネクストさんのいろいろが書いてあるパンフレット。23万本以上の動画、160紙以上の雑誌が見放題、読み放題。最新作のレンタルや漫画の購入、映画チケットへの交換に使えるポイント、毎月1200円分。ご利用料金、月額2189円ということで、でそうこの辺りでね、まあ海外ドラマ好きの人から、まあ、やっぱ今っていろんなね動画配信サービスってあると思うんですけど、他の動画配信サービスに比べると2000円ちょっと超えるということで、ちょっとお高いなと思ってる方はいるかもしれないんですけれども、でもさ2000円でさ HBO 作品はじめ、最近だったらあのゴッドファーザーの映画制作の裏側のドラマがあったり、ジオファーってんですけど、私 HBO 作品すごい大好きなんですけど、セックス・アンド・ザ・シティとかビッグ・リトル・ライズ、チェルノブイリ、バンド・オブ・ブラザーズ、ソプラノズ、フライト・アテンダント、 あと今回2022年のエミー賞にノミネートされた作品の一番最有力候補と言われてるのがメディア王でしょ。であとノミネートされてるのゼンディ
ア主演のユーフォリア、そしてイエロージャケッツ、もうこのあたりも見れるし、あとフレイザー家の秘密も私大好きだし、去年エミー賞で賞を取ったメアオブイストタウンも見れるし、いっぱいあるわけ。本当に面白い作品が、ポイント使わなかったら映画のチケットにも使えたりっていうので、月額2000円超えてもめちゃくちゃ楽しめるので、本当にトライアル期間あると思うんで、ぜひ一回加入してくださいよ、加入してくださいよ、加入してくださいよ、本当に。あ、ちなみに海外ドラマだったらこの辺ちょっと押してるみたいですね。ピースメーカー、はい、これ気になってます。セックス&ザシティの新しいやつ、 And Just Like That てんてんてんってやつ、あとそのさっき言った、The Offer、 Godfather にかけた男、ロストシンボル、ハウスオブザドラゴン、これも入ってたよっていう報告です。今回会場行ったら、ハウスオブザドラゴンのこれぐらいのパネルが、これぐらいのパネルがボンボンって入り口にあって、でシアターの入り口のところにこれぐらいのドラゴンの目がバンって出てるパネルがあったりして、そうめちゃくちゃかっこいいのよ。ここでちょっと写真とか撮っちゃったりしたんですけど、はい、そんな感じのイベントでした。で今回劇場のアナウンスにゲームオブスローンズでナーリスターガリエンっていう一番人気キャラなのかな、吹き替えの声優さんが場内アナウンスをしてくれるということで、ドラゴンを操る時の言葉をね、ドラカリスって言ってね、そうそう、それで会場ざわざわざわってなったりして、まあそんなサプライズもあったりして、その日しか見れない劇場に来た人に向けた映像もあったりとかして、はい、それでみんなで第1話を楽しんで、みんなハラハラドキドキ、ね、ゲームオブスローンズでもあるんですけれども、うわー見てられないなってシーンもねちょっとあったので、ちょっと心して見ていただければと思います。まあこれが HBO なんだよね、本当に。 HBO を私初めて知った時、まあアメリカのドラマってすごいなって本当に驚いたんですよ、映像の作り方とか見せ方とかに。でその中でも特に HBO ってすごいっていう言葉でしか表現できないんですけど、言ってしまうと過激な描写だったりとか、ちょっと日本じゃ放送できないなみたいな、そういうシーンが結構盛りだくさんなんですけれども、今回のやっぱハウスオブザドラゴンも途中私こうやって半目で見てるシーンが、はい、劇場 でちょっとなんか周りもちょっとヒヤーみたいな感じで、そして本当に映像がすごいです。ドラゴンの飛び交うシーンとか本当に注目してみてほしいなと思います。そしてゲームオブスローンズも大人向けダークファンタジードラマって言われてはいたんですけども、人間ドラマなんですよ。やっぱ今回のハウスオブザドラゴンもそのターガリエン家のね物語ですけど、やっぱこれも人間ドラマでドラゴンバーンって出たりとかして、こうファンタジー要素もあるんだけど、やっぱそれより登場人物たちのやっぱ争い事とか裏切りとかは絶対この人裏切るだろうなみたいなのとかあるので、そんなね人間模様にも注目して見てほしいなと思います。この夏はハウスオブザドラゴンが熱い。2022年8月22日から U-NEXT 独占です。皆さんでハウスオブザドラゴンを楽しみましょう。これは絶対リアルタイムで見て、みんなと共にウォーってなりたいなと思います。ハウスオブザドラゴンがねどこまで続くのかとか、あとまあ舞台が200年前ということなんですけど、ゲームオブスローンズにつながるのかなとかね、そこら辺も注目して見ていきたいなと思います。この夏は U-NEXT さんにてハウスオブザドラゴン楽しみましょう。そして他の HBO 作品含め、あとそうエミー賞もU-NEXT さんで独占配信です。9月13日だったかな、こちらにも大注目してます。昔はエミー賞って放送されてても日本でまず見れる作品少なかったから、ノミネートされてる作品も知らないしなっていう気持ちがあったんですよ。あーこの作品撮ったのね、見れるタイミングあったら見よう、でも日本で見れないかもしれないなと思ってたんですけど、今の時代はやっぱこうやって動画配信サービスが普及したことによって、で昔に比べると見れるタイミングがかなり早くなってきてるので、それこそエミー賞も本当に今年楽しみにしてます。
今年の夏はこちらのエミー賞にもね注目して U-NEXT で楽しみたいなと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。